鳥居亀塚稲荷神社は東京都港区みたい丁目にある稲荷神社。宗教法人格を有する。祭神はうがみ玉命。亀の形をした石を神体としている。伝承によると、大田道館が当地に物建台を作った際に建立したという。静作の途中西側にある小さな神社である。境内には見出しし板たびが立つ。 中世の関東地方に多く見られる、阿弥陀信仰に基づく供養石塔で、秩父成績制である。当神社付近にあったものとも、上大崎付近から持ってきたものとも言われている。五期のうち三期については、鎌倉時代中期から南北朝時代前期にかけての、文英三年、昭和二年、延軍六年の都市名が確認できるが、残り二期の名は風化のため解読不能である。うち、 文映三年のものは、区内最古のいたび。記念名の確認できる三期は、港区指定有形文化財、他の二期は、港区登録有形文化財である。新田吉佐大一族の霊を弔うための石踏みだと、伝えられている。港区三田四丁目県武者として、高輪一丁目鎮座の小十郎稲荷神社がある。稲荷神社、ありがとうございます。